いつもありがとうございます。田中康彦です。今回の朗読作品は、宮沢賢治作、セロ引きの講師です。この作品は、宮沢賢治が37歳で亡くなった翌年、1934年昭和9年に発表された作品です。それでは、お聞きください。宮沢賢治作、 セロ引きのゴーシュゴーシュは町の活動写真館でセロを引く係でした。けれどもあんまり上手でないという評判でした。上手でないどころではなく、実は仲間の学手の中では一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎ、みんなは楽屋に丸く並んで、 今度の町の音楽会へ出す第六交響曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも二色風のようになっています。クラリネットもボーボーとそれに手伝っています。シュも口を凛と結んで目を皿のようにして楽譜を見つめながらもう一心に弾いています。 にわかにパタッと学長が両手を鳴らしました。みんなピタリと曲をやめてしんとしました。学長が怒鳴りました。セロが遅れた。トーテ,テテテテティ、ここからやり直し。はい。みんなは今のところの少し前のところからやり直しました。ゴーシュは顔を真っ赤にして、額に汗を出しながら、やっと今言われたところを通りました。 ほっと安心しながら続けて弾いていますと、学長がまた手をパッと打ちました。セロ、糸が合わない。困るなあ僕は君にドレミファを教えてまでいる暇はないんだがな。みんなは気の毒そうにして、わざと自分の歩を覗き込んだり、自分の楽器を弾いてみたりしています。ゴーシュは慌てて糸を直しました。 これは、実はゴーシュも悪いのですが、セロも随分悪いのでした。今の前の小説から、はいみんなはまた始めました。ゴーシュも口を曲げて一生懸命です。そして、今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると、学長が脅すような形をしてまたパタッと手を打ちました。またかとゴーシュはドキッとしましたが、ありがたいことには、 今度は別の人でした。ゴーシュはそこで、さっき自分の時みんながしたように、わざと自分の笛、目を近づけて何か考えるふりをしていました。ではすぐ今の次、はい空と思って引き出したかと思うと、いきなり学長が足をどんと踏んで怒鳴り出しました。ダメだ。まるでなってない。この辺は曲の心臓なんだ。それが、 こんなガサガサしたことで。翔くん、演奏までもうあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやっている僕らが、あの金靴火事だの里親のデッチなんかのより集まりに、集まりに負けてしまったら、一体我々の面目はどうなるんだ。おい、ゴーシュ君,君には困るんだがな。表情ということがまるでできてない。怒るも喜ぶも、 感情というものがさっぱり出ないんだ。それに、どうしてもピタッと他の楽器と合わないものな。いつでも君だけ溶けた靴の紐を引きずってみんなの跡をついて歩くようなんだ。困るよ、しっかりしてくれないとね。好奇ある我が金星音楽団が君一人のために悪評を取るようなことでは、みんなへも全く気の毒だからな。では。 今日は練習はここまで休んで、6時にはかっきりボックスへ入ってくれ。たまえ。みんなはお辞儀をして、それからタバコをくわえてマッチを擦ったり、どこかへ出て行ったりしました。ゴーシュはその粗末な箱みたいな。セロを抱えて壁の方へ向いて口を曲げてボロボロ涙をこぼしましたが、気を取り直して自分だけたった。1人。今やったところを。 はめめから静かからしにももういききました。そのののく、なをって家といってもそれは町外れの川端にある壊れた水車小屋でゴーシュはそこにたった一人で住んでいて午前は小屋の周りの小さな畑でトマトの枝を切ったりキャベジの虫を拾ったりして 昼過ぎになるといつも出て行っていたのです。ゴーシュが家へ入って明かりをつけるとさっきの黒い包みを開けました。それは何でもないあの夕方のゴツゴツしたセロでした。ゴーシュはそれを床の上にそっと置くといきなり棚からコップを取ってバケツの水をゴクゴク飲みました。それから頭を一つ振って椅子へかけるとまるで虎みたいな勢いで。 歩を弾き始めましたをめくりながら引いては考え考えては引き一生懸命姉妹まで行くとまた初めから何べんも何べんもごう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 引き続けました夜中もとうにすぎてまいはもう自分が引いているのかもわからないようになって顔も真っ赤になり目もまるでちばしってとてもものすごい顔つきになり 今にも倒れるかと思うように見えました。その時、誰か後ろの戸をトントンと叩くものがありました。奉主君かゴーシュは寝ぼけたように叫びました。ところが、スーッと戸を押して入ってきたのは、今まで五六遍見たことのある大きな三毛猫でした。 ゴーシュの畑から取った半分熟したトマトをサムを重そうに持ってきてゴーシュの前におろして言いました。ああ、くたびれた。なかなか運搬はひどいやな。なんだとゴーシュが聞きました。これ、おみやです。食べてください。三毛猫が言いました。ゴーシュは昼からのむしゃくしゃをいっぺんにどなりつけました。 誰が貴様にトマトなど持ってこいと言った第一俺が貴様らの持ってきたものなど食うかそれから、そのトマトだって俺の畑のやつだ。なんだ赤くもならないやつをむしって、今までもトマトの茎をかじったり,けらしり,しけたり、けちらしたりしたのはお前だろ言ってしまえ、猫め。すると猫は肩を丸くして、目をすぼめてはいましたが、 口のあたりでニヤニヤ笑って言いました。先生、そうお怒りになっちゃお体に障ります。それより、シューマンのとろめらいを弾いてごらんなさい。弾いてあげますから。生意気なこと言うな、猫のくせに。セロヒキは尺に触って、この猫のやつどうしてくれようとしばらく考えました。いや、ご遠慮ありません。どうぞ。私はどうも先生の音楽を聴かないと眠られないんです。 生意気だ生意気だ生意気だ!」。シュはすっかり真っ赤になって昼間学長のしたように足踏みをして怒鳴りましたがにわかに気を変えて言いました。では引くよ。ゴーシュは何と思ったか扉に鍵を買って窓もみんな閉めてしまいそれからセロを取り出して明かりを消しました。すると外から20日過ぎの月の光が部屋の中へ半分ほど入ってきました。 何を引けと「とろめらい」「ロマンチックシューマン作曲」「猫は口を拭いて済まして言いました」「そうかとろめらいというのはこういうのか?」「セロ引きは何と思ったかまずハンケチを引き裂いて自分の耳の穴へぎっしり詰めました」「それからまるで嵐のような勢いでインドのトラガリという風を引き始めました」すると、 猫はしばらく首を曲げて聞いていましたが、いきなりパチパチパチと目をしたかと思うと、パッと扉の方へ飛びのきました。そしていきなりドンと扉へ体をぶつけましたが、扉は開きませんでした。猫はさあ、これはもう一生一代の失敗をしたというふうに慌て出して、目や額からパチパチ火花を出して、すると今度は口のひげからも鼻からも出ましたから、 猫はくすぐったがってしばらくくしゃみをするような顔をしてそれからまた「さあこうしてはいられないぞ」というようにはせ歩き出しました。ゴーシュはすっかり面白くなってますます勢いよくやりだしました「先生もうたくさんですたくさんですよ。ご章ですからやめてください。これからもう先生のタクトなんか取りませんから「黙れこれから虎を捕まえるところだ」。猫は苦しがって 跳ね上がって回ったり、壁に体をくっつけたりしましたが、壁についた後はしばらく青く光るのでした。しまいは猫はまるで風車のようにぐる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 豪子を回りました。豪子も少しぐるぐるしてきましたので、さあ、これで許してやるぞと言いながら、ようようやめました。すると猫もケロリとして、先生今夜の演奏はどうかしてますねと言いました。 セロヒキはまたぐっと尺に触りましたが、何気ない風で、巻きたばこを一本出して口にくわえ、それからマッチを一本取って、どうだい具合を悪くしないかい舌を出してごらん猫は馬鹿にしたように尖った長い舌をペロリと出しました。はは、少し荒れたね。セロヒキは言いながら、いきなりマッチを舌でシュッと吸って自分のたばこへつけました。さあ、猫は驚いたのなんの 舌を風車のように振り回しながら入り口の扉へ行って頭でドンとぶつかってはヨロヨロとしてまた戻ってきてドンとぶつかってはヨロヨロヨロよろまた戻ってきてまたぶつかってはヨロ,ヨロヨロ逃げ道をこさえようとしました。ゴーシュはしばらく面白そうに見ていましたが「出してやるよもう来るなよバカ」。セロヒキは扉を開けて猫が風のように茅の中を走っていくのを見てちょっと笑いました。 それからやっと生成したというようにぐっすり眠りました次の晩もゴーシュがまた黒いセロの包みを担いで帰ってきましたそして水をごくごく飲むとそっくりゆうべのとおりぐんぐんセロを引き始めました12時は間もなく過ぎ1時も過ぎ2時も過ぎてもゴーシュはまだやみませんでしたそれからもう何時だかもわからず引いているかもわからず ゴーゴーやっていますと誰か屋根裏をコッコッとたたくものがあります。「猫まだ懲りないのか?」。ゴーシュが叫びますといきなり天井の穴からポロンと音がして一匹の灰色の鳥が降りてきました。床へ止まったのを見るとそれは括弧でした。「鳥まで来るなんて何のようだ?」。ゴーシュが言いました。「音楽を教わりたいのです」。はままして言いましていた。 ゴーシュはは笑って、音楽だととお前の歌いいうだけじゃないか。するとコ弧が大変真面目に「えそれなんですけれども難しいですからね」と言いました。難しいもんかお前たちのはたくさん泣くのがひどいだけで泣きようは何でもないじゃないか。ところがそれがひどいんです。例えば、 こうとこう泣くのとかっこうとこう泣くのとでは聞いていてもよほど違うでしょう違わないねではあなたにはわからないんです私らの仲間ならかっこうと一万言えば一万みんな違うんです勝手だよそんなにわかってるなら何も俺のところへ来なくてもいいではないかところが私はドレミファを正確にやりたいんです ドレミファもクソもあるか。ええ。学校、外国へ行く前に、ぜひ一度いるんです。外国もクソもあるか。先生、どうか。ドレミファを教えてください。私はついて歌いますから。うるさいなあそら、三遍だけ弾いてやるから、済んだらさっさと帰るんだぞ。ゴーシュはセロを取り上げて、ボロンボロンと糸を合わせて、 ドレミファソラシドと弾きました。するとカッコは慌てて羽をバタバタしました。違います。違います。そんなんでないんです。うるさいな。では、お前やってごらん。こうですよ。カッコは体を前に曲げて、しばらく構えてから、カッコと一つ泣きました。なんだい。それがドレミファかい。お前たちには、 それではドレミファも第六交響楽も同じなんだなそれは違いますどう違うんだ難しいのはこれをたくさん続けたのがあるんですつまりこうだろうセロヒケはまたセロをとってカッコ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 と続けて弾きましたするとカッコは大変喜んで途中からカッコカッコ かっこうかっこうとついて叫びました。それももう一生懸命体を曲げて、いつまでも叫ぶのです。ゴーシはとうとう手が痛くなってこーらいい加減にしないかと言いながらやめました。すると括弧は残念。そうに目を吊り上げて、まだしばらく泣いていましたが、やっとかっこー。かくー と言ってやめました。豪ュがすっかり怒ってしまって、こら鳥もう用が済んだら帰れ、と言いました。どうかもう一遍引いてください。あなたのは、いいようだけれども少し違うんです。なんだと俺が貴様に教わってるんではないんだぞ。帰らんか。どうか。たったもう一遍お願いです。どうか。 カッコウは頭を何面もコンコン下げました。では、これっきりだよ。ゴーシュは弓を構えました。カッコウはクッと一つ息をして、では、なるべく長くお願いいたします。と言って、また一つお辞儀をしました。嫌になっちまうなあ。ゴーシュは苦笑いしながら引き始めました。するとカッコウはまたまるで本気になって、カッコウ、カッコウ、 カッコと体を曲げて実に一生懸命叫びました。ゴーシュは初めはむしゃくしゃしていましたがいつまでも続けて弾いているうちにふっとなんだかこれは鳥の方が本当のドレミファにはまっているかなという気がしてきました。どうも弾けば弾くほどカッコの方がいいような気がするのでした。えい、ー、こんなバカなことをしていたら俺は鳥になってしまうんじゃないか。 ととゴーシュはいきなりピタリとセロをやめました。するとッコはどしんと頭をたたかれたようにふらふらっとしてそれからまたさっきのように「括弧括カッ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 カカカカカカと言ってやめましたそれから恨めしそうにゴーシュを見て「なぜやめたんですか僕らならどんな息地ゃないやつでも喉から血が出るまでは叫ぶんですよ」と言いました お生意気なこんなバカなまねをいつまでもしていられるかもう出ていけ見ろ夜が明けるんじゃないかゴーシュは窓を指さしました東の空がぼーっと銀色になってそこを真っ黒な雲が北の方へどんどん走っていますではお日様の出るまでどうぞもういっぺんちょっとですからカッコはまた頭を下げました 黙れいい気になってこのバカどりめ出ていかんとむしって朝飯に食ってしまうぞ。ゴーシュはドンと床を踏みました。するとカッコはにわかにびっくりしたようにいきなり窓をめがけて飛び立ちました。そしてガラスに激しく頭をぶつけてバタッと下へ落ちました。なんだガラスへバカだな。ゴーシュは慌てて立って窓を開けようとしましたが。 元来この窓はそんなにいつでもスルスル開く窓ではありませんでしたゴーシュが窓の枠をしきりにガタガタしているうちにまた格好がバッとぶつかって下へ落ちました見るとくしばしの付け根から少し血が出ています「今開けてやるから待っていろったら」ゴーシュがやっと二寸ばかり窓を開けた時格好は起き上がって「 何が何でも今度こそというようにじっと窓の向こうの東の空を見つめてあらん限りの力を込めた風でパッと飛び立ちましたもちろん今度は前よりひどくガラスに突き当たって括弧は下へ落ちたまましばらく身動きもしませんでした捕まえてドアから飛ばしてやろうとゴーシュが手を出しましたらいきなりかっこうは目を開いて飛び抜きましたそしてまたガラスへ飛びつきそうにするのです ゴーシュは思わず足を上げて窓をバッと蹴りました。ガラスは二三枚ものすごい脅して砕け窓は枠のまま外へ落ちました。そのガランとなった窓の後を格好が矢のように外へ飛び出しました。そしてもうどこまでもどこまでもまっすぐに飛んでいってとうとう見えなくなってしまいました。ゴーシュはしばらく呆れたように外を見ていましたが そのまま倒れるように部屋の隅で転がって眠ってしまいました。次の晩もゴーシュは夜中過ぎまでセラを引いて疲れて水を一杯飲んでいますとまた扉をコツコツたたくものがあります。今夜は何が来ても夕べの格好のようにはじめからおどかして追い払ってやろうと思ってコップを持ったまま待ち構えておりますと扉が少し開いて。 一匹のたぬきのたき子が入ってきましたゴーシュはそこでその扉をもう少し広く開いておいてドンと足を踏んで「こらタヌキお前はタヌキ汁ということを知っているか?」とどなりましたするとタヌキの子はぼんやりした顔をしてきちんと床へ座ったまま「どうもわからない」というふうに首を曲げて考えていましたがしばらくたって 狸汁って僕知らないと言いました。ゴーシュはその顔を見て思わず吹き出そうとしましたがまだ無理に怖い顔をしてでは教えてやろう。狸汁というのはなお前のような狸をなキャベツや塩と混ぜてくたくたと煮て俺様の食うようにしたものだと言いました。すると狸の子はまた不思議そうにだって で僕のお父さんがね、ゴーシュさんはとてもいい人で怖くないから行って習えって言ったよと言いました。そこでゴーシュもとうとう笑い出してしまいました。何を習えと言ったんだ俺は忙しいんじゃないか。それに眠いんだよ。タヌキの子はにわかに勢いがついたように一足前へ出ました。僕は小太鼓のおかかりでね、セロへ会わせてもらってこいと言われたんだ。 どこにも小太鼓ないじゃないか。さらこれ。タヌキの子は背中から棒切れを2本出しました。それでどうするんだではね、愉快な馬車屋を弾いてください。なんだ愉快な馬車屋ってジャーズかあ、この符だよ。タヌキの子は背中からまた1枚の符を取り出しました。ゴーシュは手に取って笑い出しました。ふぅ、変な曲だな。 よし、さあ弾くぞ。お前は古代鼓を叩くのか？ゴーシュはタヌキの子がどうするのかと思ってチラチラとそっちを見ながら弾き始めました。するとタヌキの子は棒を持ってセロの駒の下のところを拍子を取ってポンポン叩き始めました。それがなかなかうまいので弾いているうちにゴーシュはこれは面白いぞと思いました。 おしまいまで引いてしまうとタヌキの子はしばらく首を曲げて考えました。それからやっと考えついたというように言いました。ゴーシュさんはこの2番目の糸を引く時は期待に遅れるね。なんだか僕がつまずくようになるよ。ゴーシュははっとしました。確かにその糸はどんなに手早く引いても少したってからでないと音が出ないような気がゆうべからしていたのでした。 いいやそうかもしれない「このセロは悪いんだよ」とゴーシュは悲しそうに言いましたするとタヌキは気の毒そうにしてまたしばらく考えていましたが「どこが悪いんだろうな」ではもういっぺん弾いてくれますかいいとも弾くよ」ゴーシュは始めましたタヌキの子はさっきのようにトントン叩きながら時々頭を曲げてセロに耳をつけるようにしましたそして おしまいまで来た時は今夜もまた東が,がぼーっと明るくなっていました。ああ、夜が明けたぞどうもありがとう。たぬきの子は大変慌ててふや棒切れを背中へしょってゴムテープでパチンと留めておじげを2つ3つすると急いで外へ出て行ってしまいました。ゴーシュはぼんやりしてしばらく夕べの壊れたガラスから入ってくる風を吸っていましたが。 町へ出ていくまで眠って元気を取り戻そうと急いで寝床へ潜り込みました次の晩もゴーシュは夜通しセロを引いて明け方近く思わず疲れて楽譜を持ったままうとうとしていますとまた誰か扉をコツコツとたたくものがありますそれもまるで聞こえるか聞こえないかのくらいでしたが毎晩のことなのでゴーシュはすぐ聞きつけて「お入り」と言いました すると戸の隙間から入ってきたのは一匹の野ネズミでしたそして大変小さな子供を連れてちょろちょろとゴーシュの前へ歩いてきましたそのまた野ネズミの子供と来たらまるで消しゴムくらい,なのでくらいしかないのでゴーシュは思わず笑いましたすると野ネズミは何を笑われたろうというようにキョロキョロしながらゴーシュの前に来て青い栗の実を一粒前に置いて ちゃんとお辞儀をしして言いました。先生この子が塩梅ばいが悪くて死にそうでございますが先生お慈悲に直してやってくださいまし俺が医者などやれるもんかゴーシュは少しむっとして言いましたするとノネズミのお母さんは下を向いてしばらく黙っていましたがまた思い切ったように言いました先生それは嘘でございます先生は毎日あんなに上手に みんなの病気を治しておいでになるではありませんか。何のことだか分かんないね。だって先生、先生のおかげでうさぎのおばあさんも治りましたし、タヌキのお父さんも治りましたし、あんな意地悪の耳づくまで治していただいたのに、この子ばかりお助けをいただけないとは、あんまり情けないことでございます。おいおい、それは何かの間違いだよ。 俺はミミズクの病気なんどを治してやったことはないからな。もっともタヌキの子は言うべきで虐待の真似をしていったがね。<laughs> ゴシュはあきれてその子ネズミを見下ろして笑いました。すると野ネズミのお母さんは泣き出してしまいました。ああこの子はどうせ病気になるならもっと早くなればよかった。さっきまであれくらいゴーゴーと鳴らしておいでになったのに。 病気になると一緒にピタッと音が止まって、もうあとはいくらお願いしても鳴らしてくださらないなんて。なんて不幸せな子供だろう。ゴーシュはびっくりして叫びました。なんだと僕がセロを弾けばミミズクやウサギの病気が治るとどういうわけだそれは。野ネズミは目を片手でこすりこすり言いました。はい。ここらの者は病気になると、 みんな先生のおうちの床下に入って治すのでございます。すると治るのかはい。体中とても血の周りが良くなって、大変いい気持ちです。すぐ治る方もあれば、家へ帰ってから治る方もあります。ああ、そうか。俺のセロの音がゴうゴう響くと、それがあんまの代わりになって、お前たちの病気が治るというのか。よし。わかったよ。やってやろう。 ゴーシュはちょっとぎゅうぎゅうと糸を合わせてそれからいきなり野ネズミの子供をつまんでセロの穴から中へ入れてしまいました私も一緒についていきますどこの病院でもそうですからおっかさんの野ネズミはキチガイのようになってセロに飛びつきましたお前さんも入るかねセロヒきはおっかさんの野ネズミをセロの穴からくぐらしてやろうとしましたが顔が半分しか入りませんでした のネズミはバタバタしながら中の子供に叫びました。お前、そこはいいかい落ちるとき、いつも教えるように足を揃えてうまく落ちたかいいい、うまく落ちた。子供のネズミはまるで蚊のような小さな声で、セロの底で返事しました。大丈夫さ、だから鳴き声出すなって言うんだ。ゴーシュはおっかさんのネズミを下に下ろして、それから弓を取って、 何とかラプソディというものをゴー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 ,ゴーガ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 ー弾きましたするとおっかさんのネズミはいかにも心配そうにその音の具合を聞いていましたがとうとうこらえきれなくなったふうでもうたくさんですどうか出してやってくださいと言いました「なんだこれでいいのか」。ゴーシュはセロを曲げて穴のところに手を当てて待っていましたらまもなく子供のネズミが出てきました。 ゴシはまっててそれをろししやりた。見るとすっかり目をつぶってブル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 震えていました「どうだったのいいかい気分は」子どものネズミは少しも返事もしないでまだしばらく目をつぶったままブル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 震えていましたがにわかに起き上がって走りだしました「ああよくなったんだありがとうございますありがとうございます」。 おっかさんのネズミも一緒に走っていましたがまもなくゴーシュの前に来てしきりにおじぎをしながら「ありがとうございますありがとうございます」ととうばかり言いました。ゴーシュはなんだかかわいそうになって「おいお前たちはパンは食べるのか?」と聞きました。すると野ネズミはびっくりしたようにキョロキョロ辺りを見回してから「いえもうパンというものは 小麦の粉をこねたり蒸したりしてこしらえたもので、ふくふく膨らんでいて美味しいものなそうでございますが、そうでなくとも私どもはお家の戸田苗などまいたこともございませんし、ましてこれくらいお世話になりながら、どうしてそれを運びに何度参りましょうと言いました。いや、そのことではないんだ。ただ食べるのかと聞いたんだ。では食べるんだな。ちょっと待てよ。その腹の悪い子供へやるからな。 ゴーシュはセロを床へ置いて戸棚からパンを一つまみむしって野ネズミの前へ置きました。野ネズミはもうまるでバカのようになって泣いたり笑ったりおじぎをしたりしてから大事そうにそれをくわえて子どもを先に立てて外へ出て,に出ていきました。ああネズミと話すのもなかなか疲れるぞ。 ゴーシュは寝床へどっかり倒れてすぐぐうぐう眠ってしまいましたそれから6日目の晩でした金星音楽団の人たちは町の公会堂のホールの裏にある控え室へみんなパッと顔をほてらしてめいめい楽器を持ってぞろぞろホールの舞台から引き上げてきました守備よく第6交響曲を仕上げたのですホールでは拍手の音が ままだ嵐のようになっております学長はポケットへ手を突っ込んで拍手なんかどうでもいいというようにのそのそみんなの間を歩き回っていましたが実はどうしてうれしさでいっぱいなのでしたみんなはタバコをくわえてマッチをすったり楽器をケースへ入れたりしましたホールはまだパチパチ手が鳴っていますそれどころではなくいよいよそれが高くなって なななななんだか怖いいよようう手がつけられないような音になりました。「大きな白いリボンを胸につけた司会者が入ってきました」「アンコールはやっていますが何か短いものでも聞かせてやってくださいませんか?」すると学長がきっとなって答えました「いけませんなこういう大物の後へ何を出したってこっちの気の済むようにはいくもんでないんです」 では学長さん出てちょっと挨拶してください。ダメだ。おい、ゴーシュ君、何か出て弾いてやってくれ。私がですかゴーシュはあっけに取られました。君だ君だ。バイオリンの一番の人がいきなり顔を上げて言いました。さあ、出て行きたまえ。学長が言いました。みんなもセロを無理にゴーシュに持たせて扉を開けると、いきなり舞台へゴーシュを押し出してしまいました。 ゴーシュがその穴の空いたセラを持って実に困ってしまって舞台へ出るとみんなは空見ろというように一層ひどく手をたたきましたわっと叫んだものもあるようでしたどこまで人をバカにするんだよし見ていろインドのトラがりを引いてやるからゴーシュはすっかり落ち着いて舞台の真ん中へ出ましたそれからあの猫の来た時のように まるででったうのよないきところが聴衆は死因となって一生懸命聴いています。ゴーシュはどんどん弾きました。猫がせつながってパチパチ火花を出したところも過ぎました。扉へ体を何べんもぶつつけたところも過ぎました。曲が終わるとゴーシュはもうみんなの方などは見もせず。 ちょうどその猫のように素早くせろを持って楽屋へ逃げ込みました。すると楽屋では学長をはじめ、仲間がみんな火事にでもあった。後のように目をじっとしてひっそりと座り込んでいます。ゴーシュは破れかぶれだと思って、みんなの間をさっさと歩いて行って、向こうの長椅子へ。どっかりと体を下ろして足を組んで座りました。するとみんなが。 ペンに顔をこっちへ向けて、ゴーシュを見ましたが、やはり真面目で別に笑っているようでもありませんでした。今夜は変な晩だなあゴーシュは思いました。ところが、学長は立って言いました。ゴーシュ君、よかったぞ。あんな曲か、曲だけれども、ここではみんなかなり本気になって聞いてたぞ。一週間か10日の間に、随分仕上げたな。 10日前と比べたらまるで赤ん坊と兵隊だやろうと思えばいつでもやれたんじゃないか君仲間もみんな立ってきて「よかったぜ」とゴーシュに言いましたいや体が丈夫だからこんなこともできるよ普通の人なら死んでしまうからな学長が向こうで言っていましたその晩遅くゴーシュは自分の家へ帰ってきました そしてまた水をガブガブ飲みましたそれから窓を開けていつかカッコの飛んでいったと思った遠くの空を眺めながら「ああカッコあの時はすまなかったな俺は怒ったんじゃなかったんだ」と言いましたありがとうございます。道徳は田中康彦でした